こんにちは、ザツです。今回はですね、金沢に到着して仕事を終えてホテルに来ています。そして宿泊するのがアパホテル金沢中央というところに泊まります。なんといっても安いんですよ。ここ GoTo 使って2830円でした。場所は片町という繁華街のど真ん中にあります。まあ遊びに行くとこはいいとこですね、仕事ですが。それではチェックインします。安い割にはエントランスの作りが結構しっかりしてるんですね。入り口から綺麗でした。そしてこの右側にあるのがシアトルズベストコーヒーというコーヒー屋さんがあります。朝ごはんはこちらで提供されます。ちなみにアパホテルはこの辺が本拠地ということで、かなり力を入れてるようでした。その他不動産とかですね、結構街中に見られます。あの社長の顔が至るとこにあるわけではないです。はい、すいません。丁寧に受付をしてくれました。馬場社長、ここんとこの気遣いなんでしょうね。社員教育がすごいです。で、まあ言い方悪いんですけど、勝手に作ってくれました。作りいたしました。次回から宿長の基調不要となりまして、全国のホテルでご利用いただけます。こちら、ありがとうございます。本人確認ができる身分証の確認だけしておきます。はい、お提示いただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、はい、ありがとうございます。車のご利用は、はい、車のご利用はなかったでしょうか。あ、はい、大丈夫です。はい、お願いします。飲食店カードご利用ですので、はい、こちら地域共通クーポン配りしております。注意事項を読んでこちらにサインをお願いします。こちら地域共通クーポンの8枚ですね、お渡しいたします。はい、じゃあ有効期限がチェック、お釣りが出てきませんのでお気を付けください。はい、お疲れ様です。12カップのご予約いただいているんですけれども、はい、その日にちごとにこの金券の数が決まるので、はい、エレベーター乗る際セキュリティパネルございますので、はい、ルームキーをかざしてからご利用ください。はい、大浴場夜22時までです。はい、お待たせいたしました、お部屋8階でございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございました。エレベーターに乗ってお部屋へ向かいます。さっき説明があった通りですね、ルームキーがないとお部屋の階には向かいません。そしてお部屋に到着しました。ルームキーは非接触型のキーになります。そして電気をつけて私はすごく驚きました。非常に狭いです。無駄がないとよく言っておきます。多分ですね、寝たまんま机の上のものが届くぐらいの距離にあります。まあよく言えば布団の上に座ったまま何でも届くような感じですね。これはファブリーズのようなものがあります。浴衣などもありました。出張で来ると結構浴衣なんか便利ですね。そしてテレビが部屋の割に大きくて、まあ32型ぐらいでしょうか、ありました。ちょっとテレビの大きさと部屋の割合がおかしなことになってます。まあいい意味で大画面ですね。そして外の景色はこんな感じ、金沢の繁華街が見えます。バストイレ付きです。こちらのアパホテルにはですね、温泉がついてますので、こちらでお風呂は入ることはありませんでした。そしてテレビをつけてみると、ホテルの情報をこちらで見ることができます。結構インフォメーションとかですね、普通に見ることができますんで結構便利です。そして地上波と BS なんかを見ることができます。その他有料放送なんですけど、エレベーター前に自販機でカードがありますんで、そちらを購入してください。こちらは1000円で視聴することができます。コーヒーがあります。コーヒーと緑茶かな、これコーヒーだな。
で、ヨカ式と、よいしょ。それではお風呂に入りきます。ここは14階に、露天風呂があります。温泉です。では向かいます。脱衣所の様子です。ランドリーが1個ありまして、まあ、こちら1個しかないんで、順番待ちをしていることがあります。ちょっとこちらの方は注意ですね。そしてお風呂の方へ突入します。ということで、この日はお風呂に入って少しだけ仕事をしてそのまま寝ました。おやすみなさい。おはようございます。もう今朝の6時51分ですね。まあ5時ぐらいに起きていろいろ仕事はしてたんですけども、朝になって、もう、出ようと思います。ご飯の方はちょっと高いんで、今回、取ってませんので、そのまま、出ていくからしなります。それでは、エコー清掃というのがあるみたいで、200以上する人は、シーツ類とカバーの交換を行いませんということです。200メカミネラルウォーターを申請しますということで、まあ社長の顔のついたミネラルウォーターですね。明日とか今晩あるはずなんで楽しみにします。で、連泊になるんで、荷物は置いてってもいいと思いますんで、ただ退出します。まあ連泊しますんで、その場合は鍵をどうするのか聞きに行きました。まあ返さなくてよろしいということだったんで、最終日にお返しいたしました。本日はご視聴ありがとうございました。ちょっとでもよかったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。励みになります。